おはようございます。本日ヤマト337日目でーす。はーい、今日はですね、神野を目指して歩きたいと思います。神野頑張るぞー。いやー、雪降らんと思ってたけど降るんやな。もういよいよそのテントの中でも手袋をしてないかんときが来るやなと思って怖い、ね。歩き始めるとなおさら指先が冷たいね。いや、手先だけやばい。今までで今日が一番寒いんじゃない？今日が一番寒い。ねえ、でけえこれ。上の端か。ねえ、ここだけ20世紀少年みたいな。ちょっと。めちゃくちゃすごいね、これ。天下高千穂の橋。長いこれ、300メートル。300メートル。これをさっき下から見よったやつやもんね。下の顔がえらいちっちゃく見えるもん。宇宙人みたいな。ああ、本当やね、すごいね。バンジージャンプできるん、これ。道の駅やね、ここ。あ、道の駅か。あれな、天狗、あの、顔なっとやん。どういうこと？すごいね。雨のタジカラの、タジカラを飲みこと。なんで岩になったやろな。ちょっと飾られそうってね。じゃあちょっと手入れてみようか。どんぐらいならんけど、別に。大丈夫だ。素直な人やから。きついわ。大丈夫。そんだけ空間あって、そのリアクションきついわ。寒い寒い、本当に。雨降りようのに傘もさささに。あ、違う、髪のあったよ。あった。看板。あら、目的地到着やじゃん。あ、目の前。お、そうだ。そうだ。登山口。だって13キロって結構近いね。近いね。ついに来たよ。やった。あ、どこにも置かれてしまった。よいしょ、手袋も全部帽子もちょっと本日の山飯こちらになります。はい、ドドン、生春巻きという。よいしょー。具材は OK。 じゃあ、あとはこのライスペーパーをで、巻いていきますか。よし、まあ、いいじゃない、こんぐらいで。これ難しいぞ。どうやったじゃん。何作りよ。マジ何作りよ。よし、オッケー。いや、これ端っこおかしいやろ。先っぽはね、こうやって。いや、違う、こうやってくくるくるるーやないから。そう、袋じゃないから。完成でーす。こちらです。はい、みんなで巻くとハッピー、生春巻き。好きだね、そういう系統のね。うん、最高。うん、巻いたのがうまい、下手で味は変わらんな。そうですね、全然に美味しい。うん、まっ。エビがね、このほのかにこの後からね、パンプーンってちょっと匂ってくる。パンプーンってくる。パンプーンってくる。匂ってくる。よかったよ。あ、看板があるよ。現在地ここやな。龍ヶ岩の滝があって、クローバル小屋あって、あ、5カ所あった。遠いね。遠い、全然遠い。遠いね、5カ所。そう、だから標高がな、700ぐらい上がんねや。極力祖母山に近づくためやろう。そうそうそう。寒いぞ、また1000超えたら。いいね。いや、音聞こえてきてやな、ね、滝の音じゃない、これ。さすがにそうでしょ。ね、あそこに看板ありますよ。あ、来た来た来た。辰ヶ岩の滝。あ、辰ヶ岩だったよね。辰ヶ岩か。冬には凍結した滝も。すっげえ、凍結した。300メートル。辰ヶ岩滝まで。こんにちは。こんにちは。今、辰ヶ岩の滝。行ってきました。本当です。どうでしたか？素晴らしいです。素晴らしいですか？楽しみやな。めっちゃ上まで上がるやん。上がる。上から見るやない。うん。すげえな。あそこおるやん。あら、急に現れた。いやー、すげえ。あ、上がてっぺん見えた。来た来た来た、ほら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 。いや、流れとる流れとる。いやー、こういうの新しいなー。うん、ねえ。あ、ちょっとねじってきとるやん、あそこ。いやー、綺麗。勢いを感じるね。
ほら、看板が出るよ。ついに出ましたか。ねえ、来たー。祖母さん。祖母さん。いや、じゃあこっち側ってことです。うわー、何やら。あー、真っ白。雪やん。初雪や、初雪。ほら。冷たくないと、そんなに触って。すごくない？すげえ。よう触れるなぁ、お前。あら、普通にイラッとしたよ。あら、それ。うわ、普通にイラッとした。うわ、こんなイラッとすることあるじゃん。うわ、ちょ、やめてよ。やめてよ。やめて。攻撃性。おかしい、おかしい。あの足取りが軽快ですね、西村君、やっぱり。これちょっと急がんと、もう、凍え死ぬね、これね。凍え死にますか。現在ここ、マイナス2度らしいです。黒バル越えっていう峠のトップに来てるんですね。あら、じゃあ標高トップ？黒バル越えか。ビューティースポットだって。ちょっと楽しみだな。でもあ、ここか。いろいろ、ちょっと、山脈が、脈々ってるね。結構見えるよ、ビューティースポット。はぁ。え？あれ、お、え、あれ、噴火？か、あ、阿蘇？阿蘇、阿蘇さん、あれ。あ、ほんとやん。あ、なんかへこみがあるわ。だから宮崎県もさ、うん、火山灰飛んできてもな、これ。ほんとや、雪も黒い。ここ雪黒いですよ、下も。火山灰来てますね。うわぁ、あ、そっか、これ全部阿蘇さんの灰か。で、あの、猫岳の山頂から、ここも見えたってこと？見とったと思うよ、多分。ね、雲がかかってる塊が、はい、祖母さん、傾きさん。祖母傾きさん系。あそこ九州自然歩道通ってます。通ってますね。三沢岬から U ターンして、だから今夏だったら向こうから朝霞が見えるから、あ、何ヶ月前あそこ通ったね。そうですよね。あ、看板もあるね。こうやって。ちょっと見てみますか。ね、三州台。この丘を三州台という祖母山、阿蘇山。九十山の3つの山の周峰にちなんだ名称で、すげえ、だから全部見れるんや、祖母さん。頼むよ、見えてよ。よし、お願いします。あ、ちょっとずつあれ見えとんやな、あれ、あんな違う。おー、結構景色いいよ。見えるか、いい感じよ。いや、でもすげえ、見えてる、見えてる、煙がかかってるんですね。あれか、あれやね、祖母山。宮崎県の最高峰であり、日本百名山の一つです。祖母連山は熊本、大分、宮崎県と3県にまたがり。3県。すごくね？でけ。これ、あ、これ何ですか？これ何な、この人誰？誰？クラーク博士的な。違う違う。近代的な育てのやつがね、ウォルター・ウェストさん。金があるけど。これ鳴らせると？鳴らせんね。この金は何なんや？何目的なんやろ？いや、これちょっと届かん、これ盗んでやるもんな。あ、全然止めて、全然止めてないですよ。来た、ほら、五箇所橋ね、来たよ、五箇所着いたよ、これは。まさか2日かかるとは思わんかったな、1日で行けると思ってたのに。いや、きつかった。いやー、もうきついね。